やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。というわけで今日も元気に釣りをやっていきたいんですけど久々コスプレ、皆さんのリクエストが多かった JK で釣りやっていきたいと思います。でこれさ、毎年毎年夏やってる気すんねんけど、もうだいぶ痛ない？いける？みさきちゃんまだまだいけるよと思った方はどうぞいいねを押してほしいです。で、もうちょっとだいぶ痛いでって思った方、ちょっと痛い内容ってめっちゃ書き込んでコメントください。あんま人けえへんかめっちゃ気になるからさ、もうちょっとさっさと釣りやっていきたいんで、今日の意見とこのフィールドと水が見えるんやけど、魚クソほどおるで。ちっちゃいねんけど見えてんねんな。もうなんかな、ブルーギルチックなやつがいっぱいおるで、結構さ、これぐらい、これぐらい、こんなもんかな、これぐらいのブルーギルもいてんねん。やから、やから、こっち一回投げてみるわ。まあ私が目指してんのはブラックバスやから任せて。あ、ほら、もう来てる、もう来てる、ここ通るで。映るかな、見えるかな。よっしゃ、とりあえず投げてみるわな。投げてみる前に、今回の私のじゃん、ワームちゃん、ちょっと針でかいかもしれへんな。まあでも一旦これでこのピロピロ使って誘っていきたいと思います。取らんといてほしいね。うん、閉まってないんよ。疲れる様子もないんやけど。ゆっくりゆっくり。なんかさっき20センチのブルーギルは打った。あ、なんかついてきてる。来い。来い、食え、食ってくれ、食え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 、ブルーギルの20センチは OK なしな、わかりました。ブラックバスのみな。厳しいな。行きます。30センチ以上はなしかよ。厳しいな。ピクピクしてる気がせんでもない。
でっかいの釣ったわ。だってここさ、ここめっちゃ引っかかんねん。ああダメだ、取れろ取れろ、取れてくれ、取れない。無理や、本物の JK やったらさ、困ってる時誰か助けてくれんのかな。助けて。ポイントチェンジ、あの木のちょっと横を狙っていこうかな。ほんまめっちゃ水きれいねんやんか、見えてんねんもう結構。で魚たちおるん、静かに行こうか。あ、見えよ、全然ここサバとか、サバと目に見えるところで泳いでるから、近いところで狙っていく。もう根掛かりはしない。なったね、わかる？竿がピョンピョンピョンってなったの。なか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 、ここのここの魚上飛んだ、すぐちょっと食いついてきてくれるわ。マジちょっと真剣モードになるわ。私の側も見せてる。あとは誰にも相手されへん。じゃあほんま、あの大本命、あの木のとか。この木じゃないね。もっと向こう。え、全然違うんやけど。全然違うとこ行ったけど、まあ、ええわ。このね、ピロピロが、完全に魚っぽく見えてたから、ただただ泳がします。ゆっくりゆっくりゆっくり。ちょっとゆっくりすぎたかも、今泳いでる感じを見たら。なんか死にかけやった。もうちょっと待つよ。だから、なんで？あ、やった。ありがとう。ブルーギルのファインプレー。今木に引っかかってたのにさ、パンって食べてさ、食べたんかな、なんか続いて取ってくれた。ありがとう。助かった。あかんわ。なんで？キャスティングがめちゃめちゃ下手くそなって。
遠くに飛ばす練習する。行きます。なんでなんでなんか全然わかんない。こういう感じでピロピロピロって、あ、めっちゃ一直線できた。バーンっていっちゃうからこういった。 OK、 いきます。うまいかもせん。もう嫌や、なんかに引っかかってる。どこに引っかかってるのかが分からない。何に引っかかった？ヘルプミー。もうあかん、もうあかん、もうあかん。この木ムカつく。ちょっと待って、今ね、ちょっと落ち着くわ。立ち着いて説明するな。見てたな、今カメラマンは見てた。釣ったね、魚をな。ほんで私が釣れたってなって、取ってへんね。もう急遽回してって言ってさ、走行してる間にさ、釣った魚が木の下に行ったんよ。ほんならさ、釣り上げようとしても無理やんか。じゃあな、聞いてるよ。ではない？なんじゃこりゃ。ちょっと外してあげよう、針。ピチピチしてる、ピチピチしてる、ピチピチしてるけど、どうしたらいい？ちょっと外してあげよう。あ、え、めっちゃ息いいやん。ちょっと待って、え、もう外れてるし、針。ちょっと待ってよ、触っていいやつこれ。毒とかない？めっちゃ可愛い。どうしたい？もう20センチないかと思うからさ、リリースします。はい、バイバイ。釣ったな、釣れたな。え、おもろい。え、今のはブラックバスじゃないの？ほんまに、ほんまちゃん絶対。まあまあまあ、なんかもう大仕事した気分よ。今日の釣果、あの魚、
審議の結果ブルーギルらしきものでした。でもさ、あの見た？ちゃんと20センチぐらい、20センチちょいぐらいあったと思うねん。え、なんかさ、うん、何、いつの間にか釣れてた感が強すぎてあんま覚えてないねんけど、楽しいな、バス釣りめっちゃ楽しいな。また次違うポイントやっていきたいなと思います。ではまた絶対リベンジして、いつか、いつかとか言うてられへんな、9月末までにはバス釣って AV デビュー阻止するんで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。